曇ってるっていうね。もうちょいで金時さん登場するんですけど、その手前でちょっと足柄駅からここまで通ってきたんで2時間ぐらいめちゃくちゃ疲れたね。でここで今お昼休憩してます。で、金時さん金時山登って降りて御殿場駅で帰るっつう感じで行きたいと思います。